キドキしちゃう。どいつもこいつも。やれやれ。はいはい、静かに。お。どうする？よし。ふん。よし。あ、ユウスケ。あん、ちょうどよかった。え、何が？ただ敵を倒すだけじゃない、美しさを取り入れた戦い方を考えていてな。ついさっきそのインスピレーションが降りてきたんだ。ああ、なるほど。それでちょうどよかったっていうのは？ああ、着想が浮かんだのはいいが、これを実現するには君の助けが必要なんだ。悪いが協力してくれないか？いいけど、あんま変態的なのはなしで。任せておけ。へえ、なんかさすがユウスケって感じだね。もちろん無理にとは言わないが。うん、いいと思う。あ、じゃあさ、さっきのにプラスでこんなのは？おお、俺にはない発想だ。ぜひ取り入れたい。よし、決まり。この技すぐにでも試したい。星が答えてくれるといいんだが。よし。じゃあ作戦会議を始めようか。よし、じゃあ会議終了だな。よし、行こっか。いい？さーて、今日もやっか。手抜く。あの、ねえジョーカー。いや、
暴いてやる。さて、何か。暴いてやる。楽勝楽勝。正体を見せろ。楽勝。大したことねえな。よし、片付いとこ。じゃあいな。遅いよ。前にさっきんとこで会ったとき、すげえ張り切ってたよな。あれ、モナに言われたキャラ？美少女なんとかってやつ。あれはその正義のヒロインなの。これ笑うとこ？バカ。小さい頃から周りの人たちは私を見てなかった。私に優しくすればお父様に気に入ってもらえる。お金やプレゼントだってもらえる。大人も先生も友達だってそう。人はみんな損得のために笑う。そう思ってた。だから学校で家のことを伏せて。でもテレビの変身ヒロインはかっこよかった。いつでも他の誰かのために無償で戦って自分も笑ってる。そんな風になりたかったの。空想って分かってたけど憧れてた。一度は誰だってヒーローに夢中になんだろう。なりたいと思うやつがいたっていいな。あジョーカー、ここで何をしている？え？すごいことになってる。柄の悪い連中とは手を切れと言ったはずだ。てめえ、違う。あれはウリ二つだが本人じゃない。前に説明してやっただろ。認知症のってやつ。何をごちゃごちゃ言ってるんだ。前に言いましたよね、お父様のために私なりの最善を尽くすと。これがその答えです。そやつら例の怪盗団か。そういうことか。許しを請うために差し出すわけか。孫は裏切ってでも取り返す。奥村の娘らしくなったじゃないか。いいだろう、こっちへ来い。なぜそうやって損得ばかりなのです。会社の悪評だって全部そのせい。人を部品としか考えてないからでしょ。得るためには差し出す。人の上に立つにはより多くを差し出す覚悟を持つしかない。土俵が違うのだ。まもなく私は正解という次のステージへ上がるのだからな。蹴落とす冷徹さこそビジネス。冗談の仁義なのは敗者の言葉だ。奥村フーズ私の勝利の礎となれ。会社そのものが踏み台。社長、こんな賊の手垢にまみれた女はうちにはいらない。何か情報をいただかないと父に取り次げないな。もはや制裁は望まない。愛人でも何でも好きにするがいい。いいでしょう、手を打ちます。愛人？私自身も会社の富に良くして育った娘。会社のための政略結婚ならと一度は受けました。
もうこんなの話が違います。お父様個人の野心のためにこの男のおもちゃになると。何を今さら。奥村の娘にとってはそれこそが喜びだ。お前など初めからその程度の価値でしかないわ。自分の娘の人生すら踏み台か。私は。さあ来てもらおうか、俺ん家へさ。明けるまでたっぷり遊んでやるよ。女子高生の言いがつけとか超楽しそうじゃん。ゲノゲネ、やばい、春のペルソナじゃあんなのとは。大丈夫。今まではちゃんと目が覚めてなかっただけ。何が向かったの。ようやく春を決めたようね。宿命の家のお姫様、あなたには裏切りなしでは自由もない。それでも求めるというなら間違ってはダメ。さあ、あなたは誰を裏切るの。心はとうに決まっています。いいわ、その目、これで本当の力が震える。我は何時、何時は我、美しい裏切りで自由の門出を飾りましょう。えぐ。さようなら、お父様。私はもうあなたには従わない。ならばお前も廃棄だな。適当にあしらっておけ。残虐でもて遊んでやるよ、この野郎だ。お前が道理を理解するとは思ってない。ああ、てめえには花からこう言うべきだったぜ。貴様の花嫁は怪盗団がいただいた。人の物を追い詰めた魔法にきついお仕置きが必要だな。ハル、おとなしく俺のおもちゃになりなよ。あなたと話し合うつもりはない。お父様を改心させるためにも私はこんなところで負けるわけにはいかない。これがハルの本当の力。ハル、よし、やろう。あのクズ野郎を叩きのめすぞ。来たれ、ミラディ。オッケー、ダウンを奪ったよ。私はやらないぞ。強い相手よ。向こうの方が戦力強い相手よ。弱点の粘土属性を狙って。そこか。やってやる。くらえ。ベルソナ、くたばれ。踊れ、カルメン。敵2体ダウン、パンサーナイト。これでとどめ。ボコボコにしちゃえ。パンサーが華麗に回避。エルソナ、マドラテミラディ。残った敵の弱点は分かってる。バトンタッチで交代して。あなたは回らないぞ。任せて、カルメン。敵ダウン、パンサー、いい感じ。ガチで行くよ。ボコボコにしちゃう。ペルソナ、そこか。ペルソナ、うわらー。
負けられるぞ。ペルソナミラディ今だ、囲んでしまえ。いい判断ね。総攻撃タイム。なぜだ、こんな過当な奴らに俺が。スカルが洗脳状態。ペルソナ、こっちを敵だと思っちゃってる。いただいていく。おお、ジョーカーかっこいい。やってやる。これで敵は総崩れだ。何が弱っちいだよ。彼消えちゃったけど大丈夫なの？ちゃんと教えてあげたの？教えたはずなんだが。伝わらなきゃ意味ない。安心して、認知上の存在と現実の人間とは全く関係ない。あっちに戻ればピンピンしているわ。じゃあ死んでないのね？そういうことだ。つかさ、仲間が増えたんじゃね？これよろしくな。コードネームならすでにある。ノワールと呼んでくださる？ノワール、フランス語で黒の意味。私は正義のヒロインでありたいけど、怪盗は純然たる正義ではないでしょ。そんな自戒を込めてノワールとのことだ。まあ本人が気に入ってるなら。設定作り込んできたな。ノワール、いいじゃない。迎合しない気高さや社会への反抗心を感じるわ。ありがとう。気抜くなよノワール、お宝取るまでがパレスだぜ。はい。偉そうに。